本市美術館で松本出身の前衛芸術家草間彌生さんの作品展草間彌生オールアバウトマイラブ私の愛のすべてが開催されています。松本市美術館での単独開催で初公開となる作品を含めた約180点を展示しています。松本時代、ニューヨーク時代、帰国後から現在までの多様な表現を概観できる構成になっています。2009年から手掛け現在も描き続けている最新シリーズ我が永遠の魂、ここでは撮影をすることもできます。開催期間中は市内各所で特別展示や開催記念メニューの提供が行われます。 JR 松本駅のバス乗り場のルーフにも作品が登場し、道行く人が足を止めていました。以上、松本経済新聞がお伝えしました。